横浜市栄区の上郷瀬上沢地区の開発計画案について住民投票でその賛否を問うということを求めて横浜市民による署名活動を行いました。でまず署名数は35,978、これ有効と私たちが考えている署名でございます。で署名数は必要数に達していませんので本請求はいたしません。まあ、私たちはこの署名活動を経て横浜の緑を守ること、都市の在り方を考えていくこと、これは横浜市民にとって今まさにスタートにあるのだということを、まあ、ここにいるメンバーは特に強く感じております。この署名で動いた人たちとも共にこれから市長が方針決定を出すまでの間新たな取り組みを進めていきたいと考えております。署名期間中にお聞きしたたくさんの市民の声を受けて責任を持って調べるべきであると私たちは考えました。そちらについてはすでに緑税の使用用途、東急建設さんと市のこれまでの会話の記録など市に情報公開請求をしております。私たちの代替案は緑の保全、創出、維持形成を維持管理を目的として実施している横浜市独自の税金である横浜緑税を活用し、開発予定地である上郷瀬上沢地区を買い取ってもらおうという提案です。買い取りされた後には市民が一緒になって地域づくり、まちづくりについて参加し考えていきたいという内容となっております。横浜市の緑比率は1970年には約 50% ありましたが、2014年には 28.8% まで減少しています。このままでは減り続けます。かつてのニュータウンと言われたところがゴーストタウンとなって残るか、里山の風景を残せるか、どちらが本当の財産になるか、地権者の方と合意できる案がないか対話していきたい、そう考えております。都市計画審議会に向けて私たちも活動しておりました。ところがその都市計画審議会が来年の1月15日に開催ということになりました。でこちらにある審議会の委員の皆様と市議会議員の皆様にはぜひ35,978人の声を代表いたしまして、ここに示される民意を受け止め審議答申されることを願っております。